い、どうも、ひろきです。本日は、石巻の石巻じゃない、前にも動画で紹介した宮戸島、東松島市にある、宮戸島っていうところに来てます。その中の、室浜海水浴場っていうところがね、一番日の出が綺麗に見えるかなと思って選んできました。あんまり人いないかなと思ったんですけどね、予想外に車が多かったですね。もう少し少ないかなと思ったんですけど、まあ、6時半の時点でこれだからもうちょっと増えるんじゃないかなと思います。はい、ではね、あと20分ほどあるので、もうちょっと明るくなってきたら外に出て、まあ、動画撮りたいと思います。はい、時刻は6時40分になりました。だいぶあたりは明るくなってきましたね。ちょっと残念なことにね、雲がすごいんです。ちょうどね、海面っていうの、水平線のところにね、雲が結構あって、初日の出すぐに見えなそうですね。結構ね、その上の方は晴れてるんですよ。なのでそこからね、顔を出してくれればいいないいなと思います。でもいいっす。明けましておめでとうございます。初日の出ね、見ることができました。すごいね、顔が光ってますねちょうどね、車止めた場所が真正面だったので、今こんな感じです。すげえね。今年も1年ね、頑張っていこうかなと思います。今年はね、チャンネルをね、増やそうかなと。去年2019年1年間やってみて、どの動画が一番再生されるのかなとかね、いろいろ調査したら、ダンス動画が一番多かったんですけど、次に多かったのが体育の、体操の妊産系のやつですね。はい、体育の技を教えますとか、そういう系レクチャー系の動画が結構伸びてたので、それ専用のチャンネルを1個増やそうかなって思ってます。今のチャンネルはそのままやってみた系とか、あとは宮城県のいろんな場所を紹介するとかね、あとはダンス動画ですね。はい、この3つはこのままこのチャンネルでやります。詳しく決まりましたらまたお知らせしますので、その時聞いてください。はい、ではね、今日は初日の出ちゃんと見ることができてよかったです。はい、今年1年も、頑張っていきましょう。はい、アディオス。